ここが墓の森駐車場のキャンプ場の駐車場ですね。こう止められますね。これがトイレかな。このボックスがトイレ、駐車場の真ん前にトイレがありますね。でその奥、道路の反対側が転倒サイトになってますが、車でみんな乗り込んでますね。オートキャンプ場みたいになってますよ。ちょっと行ってみます。水、水道、洗い場があって、でテントサイト、みんな車で来てテント張ってますね。結構広くていい感じのキャンプ場ですね。隣にもトイレがありますね。川を挟んで隣にも広いキャンプサイトがあります。向こうに見えるのが炊事場ですね。広いね。ここに炊事場があって、で川があそこに流れてますね。それがかまど、かまどがありますね。炊事場がありますね。炊事場の隣にバーベキューかまど、かまどがありますね。でこっちは調理台、これなんだろうね、なんか洗い場みたいなのがあるな。これ調理台だね。そしてかまどがあります。向かい側が川ですね。浅そうな川が流れてます。いい場所ですねここね。そしてこっちがテントサイトですね。広い。これかまど、この辺全部テントサイトですね。季節柄ね、ちょっと蚊が結構、蚊がいますんでね。蚊、あの虫除けがないとちょっときついですね。そしてトイレが向こう、そこですね。これがトイレ。あとあそこに炊事場で、それがかまど、あそこにテーブルと椅子とかまどがあるけどね。この辺が広いんでここに座ってます。というかここに寝ます。今日はもう黒部渓谷登ったからね、きつい、眠い、疲れたので、もう横になって寝ちゃいましょう。ということで、墓の森キャンプ場でした。またね。キャンプ場は街灯がないんで、真っ暗ですごく静かですね。で、川が流れてるんですよ。だから街灯がないから、夜中車で来るともうどこに何があるんだか分かんなくて、ここの道路がどこにあるか分かんないから、河原に車がぼちゃんと落っこちゃうかもしれないんで、太陽が出てる時に来ないと、車来ないと危ないです。そんな感じですね。真っ暗ですよ。真っ暗。街灯なし。でも星の光とかはすごく綺麗ですけどね。そんな感じです。
トイレ行くのにライトが必要ですね。あとヤブカがものすごいいる。虫除け絶対必要。